みんな、ピュアですか？どうも、ピュアな男子、タテッチことタテリョータです。僕はもうすでに飲んでます。最低。水道水持ってます。声優の丸山英樹です。なんか、ここのところまたね、あれにやられちゃって、あれに、低気圧に。今年の気圧、ほんとやばい。今年の風みたいに言ってるけど。じゃあやっていこうか。はい。はい、じゃあスタートボタン押していこう。はい、あ、落とせるね。はい、うん、はい、5月第5週です。イエーイ。いや、ここでちょっとそんな盛り上がれないですね。お、あ、メールが来てる。メール見る。覚えてない、全然覚えてない。リンリンか、これ読まなかったっけ、うん、いや、終わりにある。はいはい、はいはいはい、一応リンリン狙いじゃないの、はいはいはい、リンリン狙い、はいはいはい、まあまあまあ、デフォルトっぽいからね、この2回目の人みんなで送ってんだろうなって、うん、そうね、はい、あ、よし、とりあえず47,800円あんだろ、うん、バイトで、カラオケ行くじゃん、一択だよ。でこれすると、うん、なんと8万6千円ですよ。あ、そう、ゴー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 、急げ急げ、働け、はい、しさせ、すごい、すいません、キャバクラ行かなきゃいけないんで、キャバクラ行かなきゃいけないんで、ファーストフード店みたいなもの売ってる。7万じゃん。あ、7万か。あ、さて、なんだあれ、デメールありあり、そはい、やはい、は虫発生、またあいつ、あ、なんだ、ドリーチュー、ドリームシ、ドリームシじゃない、この場合、うん、これを受付さんが送ってくるの。お店の情報を誠にありがとうございます。今後じゃドリーム氏の発生を確認しましたのでご連絡いたします。何ですか、何これ、深刻なこと。え、ドリーム氏は若い女の子に集まりくっつく習性があります。くっつき虫みたいな、あ、害はありませんが、取ってあげてくださいイベントが解除されましたよと。え、どういうこと、どこでやんの。え、どういうことだ、どこでどう起きんだそれ。まずじゃあ、はあ、いらっしゃいませ。お、来たよ、ドリームクラブへ。来たよ、お疲れ。まず喋ろ。受付出すのはマストだね。もうずいぶん来てる、もう来てるよ。なんかもう結構来てるな、昼食もせずに。仕送りで、仕送りで、仕送りの金を使って。楽しい。あ、いいえ、これからもよろしくお願いします。よし、じゃあ示しよっかな。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ね、初手リンリンで行こう。え、びっくりした。打ち合わせと違う。いや、初手リンリンで、この何も知らないようなピュアな女の子、純粋な子かと思ってた。いやいや、リンリンよ。ファイナルアンサー。お願いします。お願いします。お願いします。なぜかとね、あ、うわ、大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ入手してないからな。なぜリンリンかっていうと、ほう、酒を飲まさずにドラゴンレディ歌わそうぜ。リンリンある、あ、どうも。よかったよ、指名してくれて嬉しい。この前のドラゴンレディ、この前酔っ払ってた説か、もともと下手くそなのか説あるからね。もうドラゴンレディたくさんお話聞かせてもらうわる。今日は8万ジャグ持ってきてっからよ。所持金の自慢から始まるのやめてもらっていいですか。初めにドリンクを注文してくださ い, リンリン難しいな。リンリン弱えんだよな、リンリン弱えんだよな。で俺はレベル上げたいからシングルで、はあ、いや、もしかしてそろそろボトルっていう手もあんじゃねえか。ちょ、ボトル見てみよう。ボトル見る。ああ、全然全然余裕じゃん。これさ、じゃあさ、おう、焼酎買っちゃおうよ。お、うん、安く見こだわりはちょっとこれ3レベル3だし、はいはい、じゃあ注文しちゃうぜ。うん、注文しよう。おい、5杯、ね、ボトル入れちゃうぜ。高いのか安いのかわからんな。ボトル入りました。新しいボトルをご用意します。名前書いといて。名前だろうな、はい、サテッチって書いといて。おーや、お待ちください。ある、出せ、濃いめでな。はい、サンキュー。おー、サンキュー、どうぞ。サンキュー。あー、やっぱり別か。だろうな。言葉に甘えて。ボトル使わねえかな。はい。あ、そう。リンリンそんなに強くないような気がする。うん、強くなかったよ。梅酒かな。梅酒。梅酒。あー、レベル、まあいいんじゃない。
じゃあ乾杯しようか。そうするある。はい。乾杯。乾杯。はい。飲む。もうボトルあるから飲んで飲んで飲んで。俺のあれね、理性を失わない程度に。はい、ストップ、アクティブ。どれだっけ？あ、これか。ああはい、アクティブ。オーダー。オーダー。ドラゴンレディ。もう曲名まで指定して。じゃあカラオケね、ちょっと。やったやったやった。リクエストお待ちしてますある。リクエストしたんだけどな。ドラゴンレディ。2000円払っちゃう、払っちゃう、払っちゃう。2000円なんだわ。はい。もうね。この前のが本当。2000円とかだってティッシュと一緒、今俺の中では。おお。無料で配布してんのね、街頭で。8万弱だからね。あ、始まった。あ、これ、ワイが大変なやつやんけ。うん、おい、これだからむずいんだって。おい、これどうすんだろ、これ。あ、いいじゃん。なるほどね。あー、原曲やっぱいいわ。この、ね、このポーズ、このポーズかっこいいよ。全然見てないけど、それ全然見てない。こっちがプレイしてます。ちなみに丸山がプレイしてますよ。嘘、うん、前よりは簡単だけど。カメラ入りほしいな。嘘。もう逃げ出さないよ俺。あー、いいですよ、バーン。あ、シンクロ率。ちょっともうエレキのやつが雑音でしかない。あー、いいな。全然リンリンが見えない。ちょっとエレック君声小さく。あ、いいですね。普通にいい曲だな。あー、いいです。こんなのリズム系普段やってる人みたい。言い訳なんて聞きたくないよ。ドラゴンレディー、ドラゴンレディー。ふぅパーンっていうところはもういいですよ、いいですよ、いいですよ。いや、いや、いいね、このポーズ。全然見えなかったよ。だけどね、人に戻れなくなるシンクロ率にはなってるね。液体になっちゃうやつ。もう液体になってる。下手くそ。どっちがどういうことだ。高いのか低いのか相変わらず分からない。あんだけよかったよ。よかったよ。ありがとうございます。普通にもう一回ドラゴンレディ。嘘だろ。これで、ね、歌って踊って疲れたところに飲む酒よ。そういうことですよ。はい、話そう。あ、会話ね。もう一回会話。宝くじ好きになるけど。好きなお酒聞いたっけ。忘れた。久しぶりすぎて忘れたわ。聞いてない気がすんだよな。まあ、あるってことは多分ね、うん、好きな飲み物はって聞いたことあるけど秘密あるって言われただけな気がする、うん、好きなお酒は、うん、でもこいつ酔わねえとな、何も言わねえんだよな。そうね、そうあるね。まあ好きな方ある、うん、酒がね、うん、でもどちらかというと、うん、飲ませてその人の情報を聞き出す方が好きあるが、これもう完全にあれですよ。私酔うと自分の情報を全部言っちゃいますよ系ですよ。なるほど。でも先に酔うとまた違うのかもね。どんなお酒が好きとかある？何が好きっす？やめろってだから質問で返すね。どんなお酒が好きあるか？これアルコール度数高いやつ。日本酒？じゃあ日本酒とか。
そう、じっくり飲みてんだよ、俺は。じっくり飲むのが好きだよ。じっくり、あれね。言わないパターンかな気がする。なるほど。言わない気がする。注文困んじゃねえかよ。効率よく。ほら、出た。出た。これもうマグマ打ち込むしかねえな。でもな、あんまり早い時間にマグマ打ち込むとな、何もできねえからな。飲もう。オーダーなんか他にない？オーダーでおつまみオムライスいいな。ハート書いてくれるんでしょ。そうなんです、ね、バナナも、ね、恐ろしく卑猥なものに見えた。はい、バナナがね、恐ろしく高いんですが、6000もする段階で恐ろしく高い。だけど俺8万あるから、おう、バナナちょっと頼もうか。バナナ、バナナを。以下8万あるしな。うん、フィリピン産の高級バナナです。普通に食べたらもったいないですよね。紳士のお遊び可能。おい、あれですか、まさか。想像してるものですか。いや、わかんないけど、あの操作系は君に言ってるからな。おい、ちょっとこれはチュートリアルしないと難しいな。え、行こう。チュートリアルねえけど、俺、いわば俺がリュウさんで、お前ハヤトだからな。おうおう。射撃側のあれ撃つだけでいいんじゃん。うん、ちゃんと、ちょっと待って、なんか変わる、なんか違う。いや、ちょっと待って、女の子のお口へ食べ物は運ぼう。左スティック傾け食べ物がし、右スティックを上に傾けて女の子に、あーん。なるほど。だから右スティックは女の口なんだよ。女の子の顔、食べ物汚されるの気をつけよう。はい、よーい、スタート。お願いします。うわあ、ああ、すごい。ああ、すごい。目に入る。ああ、むずい。すごい。むずい。おい、嘘だろ。嘘だろ。もっとさ、こう、おい、もっとさ、こうさ、根元をグッとこう、細かく、こう、うん、あ、ちょっと、6000円もすんだぞ。むずい。どういう持ち方してんだよ、お前、アナログコントローラー。アナログコントローラーむずい。あの、ゲーセン持ちの、ゲーセン持ち。よし。ダメ、今。ゲーセン持ち。入ってない。あ、そこ、違う、それ、目に。あ、そこ、あ、そこ。ゆっくり。はい、そこ、あ、ちょっと下、ちょっと、そこだ、そこ。行け。なんだ、このゲーム。なんで落差せられる。嘘、いけ、なんだよ、嘘、ここダメ、 R で口に運ぶで、え、いけよ、3本もあんだぞ、もうちょっと下、なんでダメなのこれ、あ、食べた、むずい、お前この3本のバナナどうすんだよ。むずい、もういいやろ、おい。むずいんだって、どういう持ち方してんだよ。むずいんだって。ゲーセン持ちろよ。あ、もう時間。延長だ、延長。どうなさいますあるか。むずいって。延長だ。ありがとうございますある。すいませんね。エレキなめんなよ。チュートリアルないのきついな。あんまり。飲んで。リンリン、まず酔うまで待とう。酔うまで飲もう。言うまで飲もう。俺も経験値が全然上がってないのはさ、あれ、物言うのはないね。8万あるからよ。ありがとうございます。もう8万ないんだぜ。では遠慮なくいただきますある。ね、ここはもうリンリンにはぶっ込みましょう。おう、3ページ目です、確か。3ページ目、ページで覚えてる、メニューの。はい、マグマです。マグマ、いきます。うん、はい。どん、じゃあ乾杯しよう。はい、そうするある。おい、うい、うい、うい、俺も飲んでレベル2にしたい。あ、酔ってきた、俺も酔ってきたぞ。リンリンもちょっとほんのり酔ったら話そう。なかなかいいお酒ある。よし、会話だ。あなた何か習い事をしたことがあるあるか。あるあるか。あるよ、あるあるよ。習い事か。あ、やべえ、俺がやばい。向こうよりやばいじゃん。あ、俺両方、塾とピアノ両方やったことある。どっち。じゃあピアノ。はい、じゃあピアノやってたんだ。おお、それは面白い情報あるね。で、
腕前はどうあるか。本当に自分のこと言わねえな、はい、7年ぐらいかけてバイエルを終わら下巻を終えられなかった行くことしかできないね。手前に手前に その引くは引くではなくて引くあるな。ちょっといいじゃない、いいじゃない。こっちが先寄った方が面白いタイプなんじゃない、うんうん、全く引けない。右手と左手が楽の指示とは違うようにバラバラで動くんだ。ちょっと待とう、うん、あれでもレベル2にしたいよな。飲もう。あ、来たよ。お、来た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 。はい、乾杯しましょう。乾杯もチュートリアルがねえんだよな。オッケー、はい、乾杯。あ、できた。おいおい、ナイスパンかいナイパン、ナイパン。チュートリアル本当欲しかった丸山ナイパン。そう、狂気じみた笑いだけど大丈夫、うん、嫌いじゃない。なんだこれは。え、ああ、なんだなんだ、あげあげやってんだなんだなんだ、それは先にお酒を飲みきれ。おう、あ、ミニスティックを回し、グラスを傾けて。は、どういうことだ。回しすぎに注意やりすぎんだよな、こういうの。あ、焦ってグラスを傾けすぎると忘れてしまい。あ、なるほどね時間も、ね、飲酒レベルは。なるほどね、俺らレベル1だからな。なるほどね、ゆっくり。はい、もうこんなことやってる店は検挙されればいい。これ全然飲んでないよ俺、全然来てないよ、全然来てない。もっと早く、もっと早く、もっと早く。あれ、俺来てない、俺来てないよね。あれ、俺R だよ、 R だよ、 R スティックだよ。あれ、敵前逃亡って書いてあるよ。え、全然なんだよ、全然。だから低かったからじゃない。じゃあもっと早くてよかったのかな。違うよ、飲めてねえよ。じゃあ早め早めでやっといたらよかったってことだ。アクティブアクティブなんだなんだこれ、なんだこれ。チュートリアルくれ。好きなタイプは、はい、好きなタイプってどんな男性。なぜそんなことを聞くの。なぜって言いそうだって知りたいじゃないか。もう最悪特にないわ。消費みたいな人とか言われたらちょっと話し合いしたいな。ああ、すげえ飲む人忘れてよ言いそうみんな。でもな、本当にないんかい。え、そうなの。好きなタイプということを考えたことがないの。おー、じゃあ今考えよう。今、そうね。どう、な、何そんなにじっと私を見つめて。おお、いや、リリン、俺を見つめて。もうダメだ。あなたをなぜ。いや、俺とかタイプじゃないかなって。うん、そうね。これ脈ありですかね。いや、わかん全員。俺8万持ったんだぞ、8万弱。全員困らせちゃった。本当にないんだな。本当にないんかい。本当に。あ、なんだこんな時間だ。そうそう、延長だよ延長。ヨシヒコの再放送見ないと。止まる、今日止まる。もうお帰りなの。そう、8万あんだぞ。今日は貴重なお話ありがとう。またぜひともいらしてほしいわ。はい、お待ちしてるわね。だ、大丈夫大丈夫、すぐ行くから。ボトル残ってるわね。いや、そりゃそうだな。処分されたらそれはもうお持ちで処分しておくわ。ゴミが残ってるから。あ、レベル高か。あ、でもだいぶ上がってる。違う、あれが限界値か。なるほどな、うん、ゲーちょっとこれぼったくりだろおい。バナナ6000って。おい、ドラゴンレディ2000ってなんじゃん。ドラゴンレディは良かったじゃね。うわー、これ。